出していこうぜ、どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。実はカメラの向こう側元カノなんだけど、多分男物の T シャツ着てて男いてちょっと光水も舞も噛み合わないとしても動画使って言うなよ一番ダサいと初めてだよ。何が YouTube で実は彼女いました、彼女いない体でやってた。はいはいはい、そうです。初公開絶対にそうだよね。重いってできたん彼氏。うわ、もうその前やめてもう今日の飲み会楽しみ久しぶりの2人のガチ練習とかです。ありがとうございます。今年はやるぞ。5月ぐらいから行って何か変化ありました、うん、今年の俺違えって言わせたいんだよねって言ったじゃないですか、はい、まあ、あれから約2ヶ月以上経ったんですけど、うん、変化ありました。8月から頑張りますよダメダメやダメダメやないですか。本当にそろそろ陸上芸人ではなく吉木もアスリートなんだなって思わされられるように、はい、いいスタート切れる練習をしていきたいなと思います。はい、今日もスタートです相変わらずありがとうございます。これ見れて、はい、結構お腹いっぱいです僕毎回復帰連かスタートラインかスタートライン立つかね。まあそれ僕吉木さんにも頑張ってほしいんで、練習頑張ったら渡したいものがある。頑張れたらマジっすか。はい、結構これマジっす。俺にはなんかある渡したいもの。ある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 。ある、うちに置いてった熊のぬいぐるみを持って帰ってほしい。お前の荷物やんかい。無情とかとさ、なんとかハウスに置いてたやつうわでけえし。あいつの名前なんだっけ。あ、ラビットだ。ラビットだ。なんでわかんねえ今のはちゃんと付き合ってる人しかわからん3年付き合ってた。なるほどね。まあ俺5年だけどだなこのマウント渡したの、あるもの、陸上には必要な、あ、本当に、はい、まあ、陸上限らずアイテムなので、まあ、今日頑張れたら、まあ、もちろん僕も頑張るんですけど、はい、もう僕はもう使ってます使ってる僕も使ってます、はい、最近そういうアイテムを出してるメーカーさんが増えてきてて、そこもかなり強くて有名なブランドさんです。頑張れたら頑張れたら頑張れたら2人で元カノさんと俺とで頑張ったなって言えるんだったら、あのそれを渡します。これはガチですっていう案件です今日の練習メニュー、うん、1000m、800、400、レペ的な。もうガチガチや。見応えもある練習だ。そうだね、はい、限界に挑戦する。でっかい、じゃあ行ってみて。リカバリーと、はい、設定タイム行ってみて。1000m 3分切り。はいはい、まあこれはね、リカバリーが5分。5分。え、長距離にとってのリカバリー5分が結構取ってる方だ。はいはい。800が2分20秒切り。おお。400m 1周70秒切り。はいはい。400、60秒切り。うわ、はい、ここでもがけるか。なるほどね、新たな進化とかね。そうですね、はい、これもできれば、うん、いや頑張ってください。まあ、僕も今日頑張るんですけど、周平さんもガチガチなんですけど、前にも動画上がってるんですが、千葉県戦と山形県戦終わってちょっと足の具合が良くないというところなので、本当ならばやるメニューがちょっと違うんですけど、いつも僕やってるメニューが4433221515111みたいな、めちゃくちゃ走る練習あるんですよ。それでもちょっとずつビルドアップしていく練習あるんですけど、暑いし尺も長いんで僕やりたくない今日はね、今日は動画外でやるから。なるほどね。今日はちょっと見応えと質をちょっとだけ上げてパッと割れる練習で3、2、1を出た。はいはいはい、やろうかな。その設定タイム早いの。ちょい早めっすね。今日の動画俺ばっかでフェアじゃないから、周平も設定決めて、うん、その目標達成したら飲みおごってあげる。え、でそれだったらフェアじゃない。俺も頑張ってなんかもらえる、飲みもおごれる、はいはいはい、怒ってもらえる、はい、それいいんじゃない。あ、ありがとう。リスクなしやん俺リスクゼロじゃん俺あの元カノと楽しく飲みまーすごちそうさまでーす。よいしょ、ちゃんもいいだろ、歯医者の娘なんだから。もう歯医者だよ。歯医者さんのね、逆様の腰失敗ですかよー僕の方から行こうかな。はい、設定が39、25、12、うん、ギリですね、全部。はい、じゃあやっていきますか。ちょっとでもあのマジでしっかりやるんだけど、試合終わって今日動くの初めてなんで、足の具合ヤバすぎたらちょっとメニュー変えさせてもらう。ああ、もちろんもちろん。あの怪我明けだもん。はい、怪我明け、復帰明け、同じくくりにすんなよ戦ってんねん俺先週まで、はい、一試合も出てねえ行きましょう、参りましょう。ダッシュで行こうぜ。めっちゃ行きたくないじゃん。あ、さあ3、2、1ですね。300、200はフォームを固めて走りたいって言って終わった。ゴッ。さあ始めました。マーカー回収。さ、いいね、いいフォームで走れてます。さあ2回目、元カノが移っていくさあ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 、どうでしょうかフォームは。あ、いいね。
いいね、なんかラスト100、400のジュリアンみたいなダイナミックなフォームかつスピードが出てる走り。設定タイムはクリアできたのか。目標40秒切りだっけ。39秒16、うん、おー危な。あーでも、うん、よかったよ最後までイーブンだったじゃん。うん、なんなら一番そのラストの直線の感じが 400m の選手みたいでかっこよかった。7分ね。さあ200、僕の元カノと武田が喋ってます。競技場に日焼けしたくないからってサウナハットかぶってくるやつどこにおんねん。今年の2月に僕がいろいろ遊びすぎて振られましたけど。ハンス、さあ200ですね。目標25秒切り。さあスタートした。さあ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 どうだ。300の乳酸との戦い。しかしフォームは崩したくない。さあどうだ、まあ、崩れてはないんじゃない。ちょっと肩が上がってる気はするが25は切ったし、このスピード感だったら。お疲れー。いいです。いい準備さん。この乳酸の中で 100m 12秒切れるか。今日のビール絶対うまい絶対うまくないわけがない。さらに美味しく飲むためには次の100も11秒台でいきたいよね。ビール奢ってくれでしょ。ああ目標達成したらね。ケツ割れしてる。酸欠。うん、やっぱり暑さもあるよな。暑さもある。もう酸欠であくび出てますよ。あーガチでしょ。うん、ガチなのね。よし、ラスト行こう。ちょっとでも気分良くなるようにディズニー風に。いってらっしゃい。ちょっと俺マジ怖いってラスト100、12秒切り、11秒台で行きたいですね。11秒台行けるか。さあスタート。さあちょっと状態重いな。乳酸の中フォームをキープ意識して。さあどうだ。よし、まあまあまあ粘ったっしょ。ダンゴムシか。何秒。おお、11秒6。素晴らしい。いいじゃんいいじゃん。頑張ったわマジで。危険信号危険信号8時間後もこの姿がいるかもしれないけど大丈夫こういうのがダメだった。マジ本当に自分で分かる。もう何度見る必要もないぐらい悪い。ちょっとペース落として量も特訓するっていう練習にしていこうかなと思います。試合後のいい練習になったと思うんで、またこれから夏しっかりトレーニング進んでいきたいと思います。吉田にバトンタッチ。ダッシュで行こうぜ。いける。きつい。多分俺今からさ、ジュースキャンの動画撮るじゃん。黙ってます。喋れって。でもマジでちょっと太陽隠れてからだいぶ走りやすくなったんで、見てる側としては安心。とりあえず頑張ります。3秒ぐらいまでいいよ。今日4杯。結構マジで。本当に。いや、3分切れ。いる。そんでこの後の800、400で垂れるんですよ。いや、大丈夫です。大丈夫です。やっぱりさ、でも、レペーターとしても、もちろん設定切るのが一番大事かもだけど、やっぱフォームを意識してほしい。まあそうだね。やります。はい、やってください。いらっしゃい。お願いします。お願いします。さあ始まりました。1800、400のレペテーションが始まったんですけれども、まあね、さっきもちょっと説明させていただいたんですが、ヨシキさんじゃなくてこの競技場が 1,2 レーン、使えない状態ですので、3レーンを周回していく形になるんですけど、3レーンになると1周あたり7メートル違うので、スタートも35メートル前からスタートして、ゴールがこのホームストレートの方になるという形になっているので、200m と 300m ちょっと分かりづらい感じになってます。ちょっとなのでその辺申し訳ないです。なので 1000m のタイムしかちょっと分からないですね。で天候も、日差しがなくなって、風もあんまりないので、非常に走りやすい天候かなというところではあります。どうですか今日の YOSHIKI の走りは。ちょっと撮るのに夢中で。撮るのに夢中でございます。真剣。74.5 ぐらいかな。うん、72じゃなくていいのかもしれない。わかんないです。ごめんなさい。僕、長距離わかんない。僕、わかんないですよね。申し訳ない、皆さん。さあ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 。腹筋意識して、腹筋意識。腹筋、顎引いて。フォーム意識。弾もう。さあ、きついのか、ヨシキ。ちょっと進んでない感じありますね。どうですか。進んでないですよね。進んでないですね。進んでない。進んでないですよね。進んでないですね。今日足の長さどうですか。いや相変わらず短いなって思った。相変わらず短いですか。久しぶりに会ったけど。足が短い彼氏ってどうなんですか。なんか多分、
身長さ20センチぐらいあるけど、はい、うちの方が足長い。よいしょ。え、マジで。よいしょ、来た。本当に。びっくりする。しかも、周平くんと歩いてるとさ、周平くん足長いからさ、余計目立つんだ。かわいそうじゃん。座ると俺びっくりした。え、びっくりするよね。座るとわかる。あと何かをまたぐときに、あ、え、そこまたげないみたいなときある。顔にちょっとステータス振りすぎたな。え、なんか、来ましたよ、ラスト。すごい走り始めた気が。50、51、52、53、54、55、56、57、58、59。あぶねー、お疲れー。2分59秒4。しっかり3分切ってすごいんですけど、落ち込んだらごめんね。進んでない。やばいよ。ガチで進まない。進まないし。どうすか、まあ、進んでないのはまあ置いといて、感覚。悪い。シンプル。悪い日ないといい日来ないですから。いいこと言う。いいこと言う。これはね、やってる人に声かける言葉ないよ。あ、待って、本当にきつい。伸ばす？斜めにする。斜めにする。オッケー。ちゃんとこなせる方がいいっす。あ、やば。想像以上。あ、やばい、マジきつい。なんか青春してるね。いいぞ、いいぞ。顔色悪。え、え、見て、その形になってる。ヨウくん触ったら濡れてたんだけど。痛くないこの水滴。おお。え、どういうこと？汗のかき方。冷たいお水いる？冷たいお水いらない。いらないか。いるやつの間だったのに。うん。あと何分だ？30秒で7分経ちます。はい、あと30秒。これは回復しない？10分する？10分する。はい、ここも全部使います。5分から7分、7分から10分。俺らはわかるけど、お前の顔色やばい。うん、顔色悪いよ。ガチやば。動けない。痺れてる今、体が。じゃあやめますか。最後までご視聴ありがとうございました。なんてさすがに800一回我慢してもがきたいから。顔色どんどん悪くなる。うちのお母さんも心配してた。そういえば、ブシキ君ってご飯食べてるのって言ってた。イップスかも。ただ練習してねえやつがイップスの人に叩かれろ。70秒切りの感覚で入って73かかったって言ったら次も73でいいし、キープ。75あったら75でいいし、もう80って80でもいい。はい、ただ自分の70の感覚で入って何分休んでも一緒な気がする。13分です。って考えるとやっぱり今日頑張ったな。ちゃんと止まってやってる。あ、そのペースでいい。あ、もう無理だ、ダメだ。あ、これマジダメだ。75も絶対いってないですね。あ、これ400で終わりだな。これ400でやめさせます。だってあそこ200じゃないでしょ。あ、でも意外と来てるわ。そのペースならいける、いける。いや、ダメそう。無理しないでいいよ。3、4、5、6、7、8、80ぐらい。80でいってんのか。俺の800ぐらいですね。でもなんかしんどそうだね。800で終わりですね、皆さん。もうちょっとやらせられないです、これは。むしろよくスタートラインに立った。えらい。まあ残り約200m、2分40ぐらいで帰ってくれれば完璧です。いいですね。しんどそう。ね、頑張れ。あ、えらい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 。よくいった。よくいったよくいった。しんどい顔してるわ。うん。えらいえらいえらい。頑張れ。あいつ走ってる時下向くことあんまりないんだけど。めちゃくちゃ下向いてるね、うん、今日。40キロ。3、4、5、6、7、8、9。 OK。 8秒9。38秒9。俺初めて見た、お前が下向いてんのマジで。あんまないよね、はい、下向かないよね。多分初めてかも、うん、これが限界、うん、ちょっと顔色良くなってきた。ちょっと無理だわ。練習に本当になってないというか、うん、今回の目的ってきついところで我慢してもがくだから、うん、ちょっと今できてない状態なんで。じゃあかといって今から460切りできますか？絶対できないから。こうなっちゃったことはもうしょうがないから、とりあえず400じゃなくて2002本でいいイメージで終わる。今日これからいいイメージ終われるんです。終わる終わる。ああ、ちょっと楽しみだわ。いやー、これが秋口よしき別人になってるって思うとすごいね。別人になるんですよ。違う違う、そうじゃ
そうじゃない、コメント欄怖くて見れんよく6年間続けてこれたよーいこ、やべ最悪ミスった。あ、タイム、俺の時計がミスった。まあ、ヨシキの方取れてるでしょ。ベストの俺取っちゃった、ごめんヨシキさん。あー、でも32いけそうだね。いやー、キープキープキープ、そのままそのまま、いくつ、おー、いいね、ナイスペース。あー、始まりました、ラスト。あ、いいじゃん、気合入れた感じある、うん、スピードがかってホーム動くのもすごいな、えらい、うん、いいね。ですけどジョグのホームとかめちゃくちゃ綺麗なんですけど、200でこうやってホームキープさせるのもいい練習になりそうだな、ヨシキ。はいはい、27、28、29、30、31、30秒8、最後だから頑張ってもがいて、もがいたのかもしんないけど一番動きよかったです。うん、だらしねオープニング見たくないもん。ダッシュで行こうぜ。今日頑張ったっす。いや、頑張ったっす。本当に頑張ってなかったっていうのは認めてください。そうですね、てか、そうだな、なんか余計なこと言わない方がいいぞ。ちょっとこんな走れないとは思わなかったね。周平さんに今日のできる限りの頑張った動画撮ろうって言われて、こんぐらいなら振り切ればできるであろうっていうところを設定したんですけども、想像以上に陸上って甘くないなっていう結果になってしまいました。あーでも悔しいね、悔しいって思えるだけよかった。はい、でね、ゆしきさんにプレゼントするのがリカバリーサンダルのテンシャルさん。テンシャル聞いたことないし、お仕事来た時に武田さん使ってよかったらぜひ紹介してほしいっていうお話来たんで、使わせてもらってました。実はあ、これも10日間ぐらい、はい、こっちもです。ずっと使わせてもらってたんですけど、まあいい、まあ俺の私生活見てる人ってわかるけど、リード方がほぼこれ。そんなに、そんなに、はい、楽、うん、リカバリーサンダルってだけあってすんごいふわふわしてるんですよ。で、心地がいい。今日練習頑張って、手足ね、測定なり、よしきさん、これを履いて、おー、これが僕のですか。はい、いや、本当に、うん、台本通りいかなくてごめん今日はよしき設定クリアして頑張ったって言ってこれをもらう予定だったんですけど、コメントも言う、もう、すごい、このもちもちなバウンズ感。バウンズ感、さっきね、彼女も履いてて、履いたの、うん、もちもち、いいね、履くの、勝手に履いちゃった履いちゃった、歩いたらもちもちだった。まあでも一般の人がもちもちっていうぐらいだから、まあ誰が履いてももちもちなんだろう、ね、そうそう、見てこの、ここなんていうかわかる今から、絶対わかる、シンキングタイム、シンキングタイム、絶対わかる。じゃあ俺から言っていい、接続悪い時の iPhone のくるくる、あー左、あーすごいわ、うわプレステ、やっぱり周平くんだった、ロードの時のくるくる6年やってるだけあるわ。俺もそう思っちゃったところあるよね履いて教えてください、かん、あのよしかに、わかった、これを履いてちょっとこうね、心地いい気持ちになってリラックスしながらエモい話でもしますか今日のエモい話は一人泣くぞ3人のうち一人誰か泣く覚悟はあるそれでもいいならいいよ、確率高いのはお前だけど大丈夫圧倒的に、うん、ちなみに2位俺2位とりあえず頑張るも頑張んないもまあ自分次第なんで頑張ります。そろそろね、よしきやるやんって思わせる絵を、じゃあさ、じゃあさ、視聴者の皆さんに何て言われたらさ、頑張る、やっぱりよしきってダメだなって言われるともう頑張るモチベーションなくすんで、はいはいはい、ネガティブはよ、いや、ダメなんだ、ダメ、はい、あの、褒められて伸びるタイプだから、でも今日褒めるとこねえよいい、考える時間になったじゃん、まあそうだ、うん、いいじゃん、考えよ、今日酒飲みながら、今は今で楽しめます。明日からまたちょっと頑張りますっていうモチベーションじゃないのは正直、すごいカミングアウトしてきた正直ね、例年よりも全然走れてないし、今日の仕上がりがこう今の現状で、うん、悔しいんですよ、悔しいんだけど、じゃあ明日からまたやるかっていうふうには正直まだ慣れてないんで、ただやめるとかそういう感じではなくて、やめないんか
いや、めっちゃやめてほしいやめるな、やめるなと思ったらね自分のペースで考えながら、まあ一応やってはいるんで、焦らず面白いよしきだなぐらいの感覚でコメントなり見ててください、ね、自分がこう陸上に対してどうやったらこうモチベーションを保ちながらこうできるのかっていう考える時期かなっていう、今年は。いや、いいじゃないですか。プロ選手もね、1年間休むとか平気でありますから。動画を通して陸上を楽しむっていうスタンスは変えずにちゃんとやっていくので、動画の中で自分でこうきっかけを見つけながら、今年トラックは1本は出ようかなと思ってるんで、うん、まあそれに間に合うようにというか。トラック出てるじゃん。何 1500m 級と思っていいじゃん、いいじゃない、まあね、頑張るときは頑張る、今は今なんで、ごめんなさい、本当皆さん、はい、本当に今日はちょっと同じ、ごめんなさい。いやいや、今の景色はこれです。いや、今日サンダルの案件動画なんよ最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK です。あ、お疲れ様でした。お疲れ様。部活帰りですね。いや、なんかエモいね。足元一瞬落としてもらって、どう、どうってない、美脚だろ、俺たち。うん、足短い。おい、それマッチだった。違う違う。これ、本当にリカバリーサンダルってちゃんと言えるぐらい足を包んでくれる。包むよね。すごいわ。優しさに包まれたなら。今のは外しに来たさすがに。すごないマジで。いや、これすごい。伝えたくなるし、例えるなら雲の上を歩いてるみたいな。いい表現するんじゃない。ああ。今日一番輝いてたよ。お、なんかあれだね、階段からこうやって降りてくると、なんかメジャーリーガーのバス乗る前みたいな。これメジャー見すぎだって。これおすすめできるっしょ。これはできるね。ケンシャルの上下セット、はい、かわいい、あの部屋着みたいなのをプレゼントします。マジで、はい、うわー、なおさらなんか台本できなくてごめんテンション上げて、はい、いや、もうすごい心地いいやつなんで、それ着て、あの編集頑張ってください。頑張ります。もうそこが一番怖いあの今日は練習できないよりも怖い。編集やれそう。先週やります。ということで、ありがとうございました。ちなみに、なあ、また言うけど。